カルロス・エンディケ・ノラスコは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州、リバーサイド軍コロナ出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB カンザスシティロイヤルズ参加所属。相性はトリッキー。2001年の MLB ドラフト4巡目で、シカゴ・カブスから指名され、プロ入り。2005年に AA、AQ、ェスト10ダイヤモンド・ジャックスで14勝。 防御率二点八七百七十三奪三振を記録し、サザンリーグの最優秀投手に選出された。フロリダ・マーリンズ時代二千五年十二月七日に、フアンピエールとのトレードで、セルジオ・ミトレート・レニエル・ピントと共に、フロリダ・マーリンズへ移籍。二千六年四月五日にメジャーデビュー。同年、ノラスコは十一勝を挙げ、スコット・オルセン、ジョシュ・ジョンソン、アニバル・サンチェスラと共に、 メジャー史上初の同一チーム新人4投手が2桁勝利という快挙を達成。2007年は5月17日の登板を最後にシーズンを終え5試合にしか登板できなかった。2008年はチーム最多の15勝186奪三振を記録し復活。2009年は13勝防御率5.06と前年より悪化したが、 自身初の投球回数を上回る195脱三振を記録。シーズン最後の登板となった9月30日のブレーブス戦で16脱三振を記録し、A.J. バーネットの14脱三振の球団記録を更新。また、トム・シーバーの持つ10人連続脱三振のメジャー記録に次ぐ9人連続脱三振を記録。2010年は、 膝の故障で故障者リスト入りした影響もあって、26試合の先発登板で157.1イニングに終わったが、勝ち運も味方につけて3年連続2桁勝利となる14勝を挙げた。この年、プレートに足をかけた後、指を口に持っていくと、自動的にボールを1つカウントするという新ルールが制定されたのだが、ノラスコはうっかりと指を口元にやってしまい、 メジャーで初めてこのルールを受けた投手になった。2011年は4年ぶりに負け越したが、200イニング以上を投げて10勝を挙げ、2桁勝利の記録が4年連続となった。被安打244は、ナリーグワースト1位の数値だった。2012年もローテーション通りに登板し、2年連続で負け越したものの2桁勝利を記録した。脱三振数が低下傾向になり、 過去には投球イニング数を上回る三振を奪ったシーズンもあったが、この年は125奪三振に止まった。2013年、久々に防御率3.00台をキープしたが、18試合で5勝8敗と、負け越した。ロサンゼルスドジャース時代2013年7月6日に、マイナー3選手とのトレードで、ロサンゼルスドジャースへ移籍した。ドジャース移籍後は、 チームの主力先発投手であるザック・グレインキーのピッチングを参考にしたことがこうをそうし、シーズン終盤に12試合連続で、自責点を3位以内に抑えた。その結果、移籍後は8勝3敗と大きく勝ち越して、シーズン通算では13勝を記録。2008年からの連続に桁勝利の記録が6年、連続まで伸びた。10月31日に FA となった。 2013年11月27日に、ミネソタツインズと4年総額4900万ドルで契約に合意し、12月3日に正式に発表された。ツインズは先発ローテーションを再建すべく、6年連続2桁勝利、例年200イニング前後に投げるノラスコを計算できるとして獲得したが、防御率5.386勝12敗159イニングで203。 アンダと22本塁打を食らうなど不振に陥り、当てが大きく外れてしまった。2015年は5勝を挙げ、通算100勝を達成したが、ハイライトはそれくらいであった。この年は9試合の当番に終わり、防御率6.75と炎上するなど、ただでさえ期待を裏切った加入1年目よりもさらに悪い成績だった。2016年、 先発ローテーションに入って移籍するまでに21試合に登板したが、防御率5.134勝8敗、ホイップ1.35という成績で、相変わらず打ち込まれがちな傾向が続いた。ロサンゼルス・エンゼルス時代2016年8月1日に、ヘクター・サンティアゴ、アラン・ブセニッツとのトレードで、アレックス・メイヤー、金銭ンンと共にロサンゼルス・エンゼルスへ移籍した。 エンゼルスでも先発ローテーションに入り、11試合に先発登板。4勝6敗と負け越したが、2012年以来となる完封勝利が一つあり、防御率も3.21まで改善するなど、久々に調子を取り戻した。ツインズ時代との合算では、32試合に先発登板して197.2イニングを投げ、防御率4.428勝14敗。 ホイップ1.25という成績を記録。ツインズでの炎上が響いて、2013年以来となる2桁勝利には届かなかった。2017年は開幕投手を務めるなど33試合に先発したが、6勝15敗と2年連続1桁勝利、2桁敗戦に終わり、防御率も4.92と前年よりも悪化した。11月3日に FA となった。 2018年3月7日に、カンザスシティロイヤルズとマイナー契約を結び、同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。ありがとうございます。